どうもこんにちは。今回の動画は音声に問題があったためボイスボックスを使った音声で配信させていただきます。今回やってきたのは福岡県宗像市にあるワークマン女子。店長の西さんにもご協力いただきましたので、名前など素朴な疑問から聞いてみましょう。はじめまして、このお店について少し聞かせてください。はじめに、ワークマン女子って名前ですか？女子ものばかりあるってわけでもないんですとね。そうなんです。既存のワークマンって7割くらいが作業系アイテムなんですね。ですがうちは 100% カジュアルウェアということなんですね。ワークマンプラスとはまた違う感じなんですか？ワークマンが7割でワークマンプラスが6割なんですよ。要は作業系アイテムを置いている割合なんです。なるほど、だから名前が違うわけですね。従来のいわゆるプロのお客様は一般のお客様が増えちゃうと入りにくくなってしまうっていう。ああ、逆に入りにくいのか。そうなんです、駐車場もいっぱいだしみたいな。最初は逆に一般客が入りにくかったけど、今は逆の現象が起きてたりするんですね。そうです、だから一般のお客様向けの店を別に作ろうと。名前はそういうことで違うものになってるんですね。当初の名前はワークマン女子じゃなかったらしいんですが、女性も取り込むにはこれくらいの名前の方がいいんじゃないかとなったみたいです。なるほど、それではお店を見させていただきます。安いよねダウン。早速見てますけども、このダウンシュラフでも12,800円だもんね。これすぐ売り切れたやつですか？そうそう、すぐに売り切れるらしい。ボドサでこれだけ大きさが違うもんね。これは一度までいけるんですか？うん、これは一度までいける。十分ですね。これもダウンですか？うん、ダウン。ダウンなんだ。ダウンでこの値段だったらだいぶ安いですよね。5度分でこれだけあるってすごいよね。すごい。新しく出たダウンパンツはどこだろう？あ、これこれ。あ、これですか？この半ズボンみたいなやつですか？いや、長いのもあるよ。これが見たかったんよ。これはズボンの下にも履けるし、冬前だったらこれ一つでもいけそうですね。これの上もあるはずだけど、今は在庫がないかな。こういうのは見つけたら今のうちに買っとかないとね。早く買わないとなくなるでしょうね。これがまた値段がお手頃なはず。1900円だよ。1900円。ほんとだ。しかも洗えるんですかこれ？そう、洗えるダウンだったはず。いいよねこれ。こういうののいいところってめっちゃ軽いところですよね。軽いから履き心地がいい。そう、すっごいあったかいしね。いいな、買って帰ろうかな。これ買って帰りましょう。今しかないよね。お買い上げ。あんまりフレームテックとか興味がないですか？フレームテックってなんだっけ？焚き火しても大丈夫なやつ。ああ、焚き火用の服は持ってるよ。綿のやつ、昔出てたやつ。ちなみにこの靴もワークマンのやつ。私の今のこのズボンもワークマンです。おしゃれな感じのバッグもあるんですとね。最近いろんなものがあってええよね。こういうバッグとかもね。中身も結構入りそうですよね。これは上が丸められるタイプだね。実は僕、リュックも欲しいんですとね。どういう使い方するん？前に撮影してたんですけど、カメラを手に持ちながら撮るんですとね。そうすると手の重さで結構疲れるんですよ、ずっとやってると。なるほど、ここにつけられるやつね。そうそう、そう考えるとやっぱりリュックがいいなと思いました。こんなのもいいですね。これは僕初めて見ました。あ、いいんじゃないのそれ。結構入りそうじゃないですか。ファスナーもついてるし、これすごいじゃん。こっちはカーキでかっこいい。1900円っていうのがすごいよね。値段はすごいね。この後ろにあるのはレザーっぽいやつですね。ほんとだ、これおしゃれじゃん。これもかっこいいですね。1900円っていう、ついでに他のものも買っちゃおうかっていう値段なるよね。絶対ね、これとこれを買っても1万円いかないしって。そうですとね。やっぱりこうやって見ると色合いがキャンプ向けですとね。確かにキャンプっぽい色合い。そういう色が多いからかっこいいですとね。これもだいぶ入りそうだよね。ガツンと40リットル。
しかも火に強いですって。すごいね、考えてるね。ちゃんとそういう素材なんですね。焚き火とか近くでやってもいいように。僕が前に気になったのがあのコロコロがついてるやつです。これのこと？コロコロがついてるリュック、めっちゃ入るんですと。それレザー調でいいですとね。レザーチックにできてるんだ。俺はこれが一番好き。荷物も入るし、コロコロで引いてもいいし、リュックでもいいし。なるほどね。こんなのつけて料理はしないけど、こういうの見ると欲しくなってくるよね。この下とかもいいんじゃないですか。価格帯がまたすごい。なんぼですか？1500円。最近こういうのもあるんだよね。インターネットだけじゃなくて店舗にもあるんですね。こんなテーブルもいいですね。使えそうですとね。安いよね。税込みで2000円しない。これは安いですね。なかなかキャンプ用品をここまで置いてるワークマンはないよ。ここはほぼ 100% カジュアル系ですしね。近くの人は来るべきだね。これは半分に畳んである感じですか？これは3個に分割してあるみたい。なるほど、そうなってるのか。うん、3分割だね。でもコンパクトになってるよね。地べたに座ってやるキャンプとかに良いですよね。そうそう、登山とかで荷物減らしたい時とかね。ファミリーテントも出てるんですね。最近すごいよね、ワークマン。ここはまた寝袋のコーナーですか？何か違うのかな？これは封筒型のやつだね。でもまた1500円ですよ。価格帯がまたすごい。これは生地が厚いからちょっと高くて3900円。でも安いよね。今くらいの時期はこれくらいがいいですよね。今くらいはこれくらいがいいよね。寝袋は温度によって変わるから難しいよね。何個か使い分けように持っとくべきですとね。そうだね。このぐらいのサイズのテーブルだね。このサイズ感いいですね。これ2つくらい持っていったらまあ十分じゃないかな。ミニマムキャンプだと2つあれば十分ですね。980円だから3つ買ってもいいかなと思える値段設定だよね。こっちになるとちょっと大きくなるんですね。そうだね。これがこの緑色っぽいやつと同じものだね。これは頑丈そうな作りだね。こんなコンロとかクッカーも売ってるんですね。この辺は子供用なんですね。かわいいよね。撥水加工で雪も大丈夫そうだね。そうか、どっちかというと雪用なんですね。ポリエステルみたいな燃えやすい服だと焚き火が心配だから子供用にもフレームテックが欲しいですね。やっぱりこうして見ると女子っていう感じですとね。店長さんも言ってたけど女性半分男性半分みたいな感じかな。女子って名前だけど男性ものも十分ある。これを見てる九州近辺の女性が行ってみようと思ってくれると嬉しいな。試着室もママラクっていう名前はなんでだろうと思ったら子供さんと一緒に入れるようになってるんですね。なるほどね、そうなってるんだ。子供を遊ばせながらゆっくり試着できますね。この辺りの色合いも楽しいですね。晴れた日に来たくなる。あれ、ここは全部レインウェアなんですか？そうそう。あ、スカートもあるんだね。ほんとだ、最近はスカートまであるんですね。寒くなったら一気になくなるよ。靴も今買っとかないとですとね。この辺はすぐ売れるからね。この辺のものってどうですか？履きやすいですか？履きやすいよ。キャンプって出入りも多いし脱いだり履いたりが多いからかかとが踏めるとすごく楽。今日一足買って帰ろうかな。今履いてるのもかかとが踏めるやつだよ。これは夏用、こっちは冬用。この辺は雨靴だけど可愛いのが多いですね。こんなルームシューズも売ってるよ。あ、これいいですね。あったかそう。あるのとないのとじゃ全然違うからね。テントの下に小石とかあったら痛いですしね。壺を刺激される感じがするよね。焚き火台に収納可能。これって全部ついてるってことですかね？全部ついてるみたいだね、さっき見た感じだと。それでその値段ならいいよね。なるほどね。これらがセットになってると全部ついてるね。あとは鉄板があるはずだけど展示はしてないみたいだね。このグリルは面白いね。容量もありそうですね。だいぶ入りそうだよね。お、
いいじゃん。深さがしっかりありますね。 1.2 リットル入るみたいだね。大きさ的に入りそうにないけど深さがあるから入るね。この大きさと高さなら未知燃の固形燃料とか良さげですね。そうだね、あれくらいのがちょうどいいのかも。やっぱりこれが欲しいけど、この色は汚れが目立つかな。確かに汚れが目立ちにくい方がいいですね。この2つかな。左手に持ってる方がいいかも。これだよね。なんか佐田さんっぽいのはそっちですね。あんまり黒を着てるイメージがないんですよね。確かにあんまり黒は持ってないね。この辺のズボンもフレームテックだ。これフレームテックですよ。フレームテックって燃えにくいってやつだよね。この生地の上でファイアスターターで火の粉を飛ばしてみたけど全然大丈夫でした。色が若干変わるくらいで穴が開いたりとかはしませんでしたね。穴が開かないのはすごいね。こういうの着てみたいけど似合わないんだよな。わかる、いいなぁとは思うけどね。こういうのはあったかいんですとね。これは裏がいいよね。こういう生地がついてるからあったかい。仕事でも作業着の上に着てたりするけどあったかいよ。外にも出やすいし。ちょっと着てみますよっと。試着したようなのでお披露目です。どうかね。いや、思ったほど悪くないですよ。意外とこれを気に入ったからこれも買おうかな。これこの色もあるけどどっちがいいかな。ちょっと待ってください。どっちがいいんだ。うん、そっちですね。今着てる方ですね。珍しいんじゃないですか、そういう色。あんまり金よね、こういうタイプ。クレイジーカラーってやつですね。こういう襟なしの服も好きなんだよね。ハイネックが着やすいってことですね。それはあったかいでしょうね。ちなみにうちの奥さんに去年これと同じものを買ったんですよ。めちゃめちゃあったかいです。そう、俺も持ってるよこれ。色違いのやつ。そうだった、そういえば色違いを着てましたね。これは買うべきだと思うけどね。さっきのは裏が銀だったけどこれは黒銀でさらにいいものだったはず。そういう工夫がされてるんですとね。でも3900円という安さ。ありえない金額だよね。ワークマンといえば作業着のイメージですが、ワークマン女子ではこんなカジュアル路線のものがたくさん置いてあります。普段着でも着れるものが多いですとね。こういうやつもいいな。あえてこんな普段着ない色にするとかね。こんなダボっとしたシルエットのズボンは珍しいですね。しかも綿60のポリエステル40だからほぼ TC みたいなもんだね。これも1500円だから安いよね。この辺も昔のワークマンじゃなかったものですとね。この辺はあったにしてもね。キャップなんてなかったね。こういうのは昔はなかったからだいぶ変わったよね。ちょっと今回見つけてしまったので履いてみます。履く前からほぼ買うことは決定してるんですけどね。こういうのは見つけたら即買いが鉄則なので買えるときに買うべきです。欲しかった 3L がありませんが、かかとを踏んで歩けるので LL でもいいかもしれない。僕のサイズは 27.5cm ですが、かかとを踏んでちょうどいいくらいかな。サダさんが買ったダウンパンツですが、僕はハーフパンツの方が気になりました。1500円とお手頃ですし、自転車とかスポーツにも良さげです。ロングバージョンは収納袋がついていてキャンプ道具に入れられそうです。ちょっと追加で服が欲しい時にいいですね。購入はしていませんが、やはり気になるのが寝袋でした。しっかり容量や価格帯を変えて季節ごとに対応できるようにしてあるのがすごい。まだ寝袋を持ってなくて在庫があった場合は使ってみる価値はあるかも。各種サイズのテーブルや珍しいカラフルな女性向けチェアなど使ってみたくなるものが多いから見てて楽しいですね。ワークマン女子という名前でたまに男性が入るのを躊躇してることもあるそうですが、入っても問題ないです。むしろぜひ入って物色してみてください。在庫がある時とない時は日によってまちまちではあるんですよね。ああ、土日明けに来るとないかもしれんね。実は今日はですね、
在庫的にはあまりよろしくない日なんですよ。え、そうなんですか。月曜日って入荷がないんですよ。土日で売れてしまって月曜日に入荷がないので、実は月曜日が一番物がない日なんです。なるほど、そういうことですか。でもやっぱ週末に来るのが一番在庫が多いですよね。そうですね。ただ人も多いし争奪戦にはなるよね。週末前の入荷もある。水曜日と木曜日くらいが狙い目かもしれません。水曜日と木曜日の朝一。そうですね、そのあたりが一番。でも店にもよるんですけどね。在庫が多い日が狙い目ですよ。ということで、今回はちょっと変わった感じでワークマン女子を紹介させていただきました。お近くにワークマン女子がある方は、ぜひ店舗に遊びに行ってみてくださいね。店長の西さん、スタッフの方々、急な撮影に心よく応じていただき、ありがとうございました。